入った皆さんこんばんは元男の子の子です、えー、先日出した動画でたくさんのコメント全部読まさせていただきましたまさかあそこまであのご心配のお言葉いただくと思ってなかったので本当に感謝感激ですありがとうございます皆さんからですねあの励ましの言葉とかあとはアドバイスの言葉をいただいて あの休んでみたらっていうあのアドバイス頂い,いたのでこの2日間は本当あんまり動画のこと考えずにちょっと外をブラーって行ったりとかあと普段しないような家で一人鍋したりとかちょっとリフレッシュできましたでその時にふと思ったのがやっぱり なんだいろいろ動画のことを考えてる時の自分が一番楽しいっていうか、こういろんな人に見てもらってる時がすごい幸せなんだなって思って、YouTube をその悩んでずっと長期的に休みを取るより、ちょこちょここう視聴者さんに相談とかして、 自分一人で抱え込まずに、なんかアドバイスもらったらそれの通りに動いてみたりとかしたり、あとリフレッシュして、なんか、ちょっとずつ微修正しながら、また活動頑張りたいなと思いました。その、あの、使命感に駆られて YouTube をやるっていうことはなくて、んあんまり自分の思い通りに行かなかったりとか、なんかそういうことになると、どんどん、 その自分で悩んでいってしまうというあの人間なんですよ。それであの彼氏の渡るくんとかにも、あの、なんだろう、ギクしャクしたような対応に私がなってしまったのかなとか、いろんな要因がこの重なって、私生活が乱れたりとかあ、やっぱり私そんなに、なんだろう、ま 強くないというか、今では病まないような人間だと思ったんですけども、まあ悩む時は悩むんだな。そうだよね、人間だし、みたいな。なので、今回、こう、いろいろと悩んで思ったのが、人に相談することも大事だし、ちょっと力抜くところは抜いて、うん、自分のやりたいスタイルを見極めるみたいな、なんかそういう時間を作れたことがすごい良かったなと思います。 なので皆さんにほんと相談してよかったです見てます全部コメント本んなんか千何百件も頂い,いててこんなにいろんな方に心配されることをしてしまったんだなとまた自分を責めそうになったんですけどもそれはもう皆さんからの何だろう救いの手と思ってありがたく全て受け取れさせていただきました これからもですね、なんだろう、自分のことを見極めながら楽しいって思ってもらえる動画を作っていけるように頑張りますので、引き続きまた時間ある時に青木のか、青木かのの動画を見てやってください。また明日からですね、いつも通りの動画に戻りますので、よかったら見てください。ありがとうございました。また明日